プランクションは日本の女性お笑いコンビ。かつてはトリオであった。マセキ芸能者所属であったが、2019年4月の一旦解散後コンビとして再開してからは、所属を外れ、フリー扱いとなっている。しかし、ヤホシは2020年頃をもって、実質コンビも解散状態としている。トリオ時代のプランクション。左から、グッチ、ヤホシ。 ラティーン・渡辺コメディスクール16期生出身。同スクール在学中の2012年6月に、大木谷と川口の二人で、ロールキャンキャン結成。なお、ロールキャンキャンはもともとグッチのピン芸人としての、芸名で、これをそのままコンビ名とした。ロールキャンキャンは2013年4月、渡辺エンターテインメント所属が決まる。同期生の桜・リエトノとコンビ。 サクラアンタツを2013年5月末で解散したラティーが同年7月にロールキャンキャンに加入する形でトリオとなりトリオ名をプランクションとするプランクトーンを可愛くした感じにしてこのトリオ名を名付けた引き続き渡辺エンターテインメントに所属していたが2014年4月に所属を離れてフリーとなるフリー時代からマセ芸能者のライブに出演を続けた後 2016年7月に同社にマセキユースとしての所属が決まる。2019年4月16日にラティーンが脱退、引退。一旦解散という形となり、ヤホシとグッチでコンビ、プランクションとして再始動する。そのため、ラティーン加入前のロールキャンキャンと同じ形態に戻ることになった。なお、コンビとなってからはマセキ所属を外れて、 フリー扱いとなっている。2019年7月半ば頃から、や星の声の税負ふグッチぐっちの一心上の都合などの事情もあって、同年8月から実質ネタを演じる活動を休止している。2019年8月からは、二人で、この星の輝きを見ろ、の名義で YouTube チャンネルを開始。ここでは、や星は、星の、ぐっちは、見ろを名乗って出演している。 2020年1月からは、ヤホシが、バニーガールの格好で料理をする、ヤホキッチンの YouTube チャンネルも開始。主に漫才、ラティーンの英語を活かしたネタ、グッチとヤホシのやりとりに、ラティーンが割り込んで余計にややこしくさせる展開になるなど、2017年後期頃からハヤホシとグッチが、ボケとツッコミのポジションを交代して演じていることが多い。ネタを終了する際、 ラティンが最後に、CU NEXT TIME と言って締めることが多い。ありがとうございます。